はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、診断で強化されたインフェルノイドというぶち壊れテーマを使っていきたいと思います。インフェルノイドというテーマなんですが、診断で強化されたカードでぶち壊れたモンスターがありましてですね、この融合のね、インフェルノイビルっていうね、これマジ強いんですよ。これインフェルノイド ×2 で作れて、融合召喚した場合、自分の墓地からインフェルノイドモンスターを除外すると、そのモンスターのレベルと同じ枚数だけデッキからインフェルノイドを墓地送るっていう効果がありまして、これレベル10のインフェルノイドがいますんでね、融合召喚できる。このネーモスとかを除外して融合召喚すると、なんと10枚のインフェルノイドを墓地送れるっていう。急に10枚墓地壊すっていう、マジでやばいこと起きるんですね。だから、このインフェルノイドイビルの効果をなんかうまいこと使って展開していくっていう感じになります。で、これが墓地送られた場合に煉獄マジックトラップカードというのに加えることができるんで、例えば、今日っていう融合魔法とか、あと消化っていうね、なんかその展開札にを持ってこれるようなカードとか、こういうカードをサーチできるっていうことですね。で、相手の効果を受けなくなる煉獄の人とかも持ってくれます。でね、これを出して、じゃあ10枚墓地を肥やして何がしたいのかって話なんですよ。もちろんね、その10枚の墓地コストを使って制圧盤面を作るっていうのが一般的なインフェルノイドの展開方法だと思うんですが、今日僕がやりたいのはそんなことではありません。はい、ネクロフュージョンしたいんですよね。これ何かっていうと、墓地のモンスターを素材にして融合召喚できるんですけど、ティアラを出したいんです。で、これはもともといた融合モンスターで、何するかっていうと、これね、10種類以上の効果使いたいんですよね。インフェルノネオス、リリス、インフェルノモンスター1体以上で作れて、3種類以上でね、融合召喚できるんですけど、素材にした種類によってモンスターは、この子モンスターは以下の効果を得ると。10種類以上手札があるプレイヤーはその手札を全て墓地送ると。これがやりたいんですよ。とにかく相手のドローフェーズにティアラ出して10種類以上で、で墓地送るっていうことがしたいんですよ。手札を前半ですよね、はい、これをやりたい。で、前半ですするために、墓地を肥やすためにこのイビルとかメッシーリとかモンスターゲートとか、芝刈りとかこの辺を使ってるっていうことですね。はい、ちょっと早速ね、動かし方見ていただければと思うんですが、一応ネクロフュージョンは参戦の号とかからセットしてきたりとか、あとロールバックでコピーすることもできるんで、ベアトリッチェとか入ってたりしますけど、はい、早速やっていきましょう。前半です、決めていくぞ。デュエルスタンバイ。インフェルノイドってさ、見た目全員似すぎてどれがどれか分かんなくない？これ分かってくれる人いると思うんだけどさ、マジでさ、これ見た目に過ぎてさ、どれがどれだっけってなるよね。いちいち、なんか、レベルが、7がこれでとかやってないと、同時あらす。同時これ参戦の号起動できるようになるんで、意外と耐えてますね。これネヒモスを素材にした時の、インフェルノイドイビル君最強なんで、ここをちょっと見せつけていきたいと思ってるんですが、とりあえずインフェルノイドイビルさん出しますけど、イビルさんにちょっと無効系だけちょっとマジでやめてもらっていいですか。迷惑なんで、レベル10除外。よし。10体のモンスターを墓地に送ります。これ許されてんの、まあまあおもろいよな。これなんか、レベル10のモンスター10体墓地に送るとかいうやばすぎる効果が許されてんのがまあまあやばいんだけど、これか。で、これで、10枚墓地に送りました。で、今、10体のモンスターが墓地で存在しています。で、参戦の号を発動します。で、ネクロフュージョンを手札に加えます。で、リンクリボーに一回変えまして、はい。リンク部変えまして、これ一応ドロスしょうがないですね。で、インフェルノイドイビルさんの効果を発動。イビルさんの効果によって、煉獄マジックトラップカード、煉獄の使徒を一枚手札に加えさせてもらうぜ。ちなみに、自由打点でこれでエンドです。はい。対戦よろしくお願いします。デュエル3倍。さあ、相手のドローフェーズに動きますよ。相手のドローフェイズ、いやネクロフュージョン発動。ネクロフュージョンの効果により、はい、OK です。自分の墓地に存在するインフェルノイドモンスターを任意の数だけ除外し融合召喚を行う。俺が出すのはもちろんインフェルノイドティエラ。うわ10 9 8 7、あ、これこういうことか。10種類のモンスターをゲームから除外することにより、うわぁ、インフェルノイドティエラバックダウン。このカードは3種類以上、5種類以上、10種類以上の、素材にした時のそれぞれの効果を、8種類以上もあるかの効果を持っているぜ。さあどうする。3種類以上エクサドキからカードを持ち、黙れ。煉獄の使徒の効果、このターンインフェルノイドティエラは相手の効果を受けない。
10種類以上の効果によりてめえは手札を全てつなげればならない。お俺もな、ちなみに、ちなみに俺も3種類以上は、お互いにそれぞれ草できたらカードを墓地に送り、5種類以上だったらお互いのデッキの上からカードを3枚墓地に送り、さらに8種類以上だったらお互いそれぞれの除外状態のカードを3枚デッキに戻すという、墓地に戻すという効果を持っている。エクストラデッキはやべえ、ヌトス、うざ、ヌトス、あ、これあれか、粛清か、ヌトス、アークでクリアラ、うざ、とりあえずこれはもうこの辺いらないですね。さあ3種類のカードを墓地に送ることによって、で墓地に戻すのは、インフェルノイド、ネヘモス、ネヘモス、リリス、いや、バエルとかの方がいいか。で、こうしましょう。はい。で、これで戻して、てめえの手札は全て墓地を送られる。ただ、アークでクレアラーでサーチさんでうざいな。あ、はい。あ、それはいいですよ。全然。ヌトさんも構いません。あ、ちなみに、僕もヌトス入れてもいいんですけどね。ヌトスを入れてる、エクスターの枠がないから入れないだけで。さあインフェルノイドイビルの効果を発動し、さらにガルーラの効果も発動、カードを1枚ドローし、さらに煉獄マジックトラップカードを1枚サーチすることもできる。ひょい、ああなるほど、まあ虚無か。さあ手札全部流っちゃったね。儀式モンスターいたらなんかできる。儀式モンスターいたらなんかできるのかな。ちなみにティエラっていうモンスターの良くないところは全部墓地の食っちゃうから、墓地からワンチャンなんかやばいこと起こるっていうことですかね。なんかティアラメンツとかだった場合は、まあ、それ以外だったらいける。さあどうしますか。はい、そういうことですよね。そういうことなんですよね。そういうことなんですよね。これがやりたかったんですよ、僕は。これがやりたかったんだよな。とりあえず虚無を発動するぜ。虚無の効果によってレベルなんか2以上のインフェルノイドは全部レベル1になる。とりあえず一旦こうかで、バイル出して、そして、除外されたインフェルノイドイビルの効果を発動するぜ。イビルの効果により煉獄の結界を1枚手札に加えさせていただく。そして煉獄の結界を発動、さらに一旦ヒータ使うか。ヒータ使う、ほい。これちなみに打点作ればいいんですけど、煉獄の虚無っていうカードがなんかレベルを1にするっていう効果めちゃくちゃ強いんですけど、レベル1にする効果あるけど、そのレベルが1になるっていう効果が適用されたモンスターは戦闘ダメージが半分になっちゃうっていう効果があるんですよね。なんでこの戦闘ダメージ半分になってしまう効果を、受けても大丈夫なようにモンスターをいっぱい展開するしかないみたいな話なわけですよ。はい。で、一応煉獄の結果の効果によって、手札から、インフェルノイドモンスターを召喚条件を無視して特殊召喚し、ここでインフェルノイドの除外コストを使わずに済む。で、インフェルノイドバイル発動する前にちょっと待ってくださいね。ちょっと あんま時間かかってきたな。2枚除外するで、バエル出して、はい。で、煉獄発動して、戻して、これなんでいちいち1枚ずつなんだよ、めんどくせえな。はいはいはい、これ1回除外コストとして使ったね、インフェルノイドを戻すっていう、まあ、バチクソやばい効果持ってるんですけど、でこれでインフェルノイドリリスを、爆弾させまして、これで多分足りてる、多分足りてると思う。あんま計算しないけど、さすがにこんだけなどであったら多分足りてる。ちなみにメインモンスターゾーンのモンスターは全部戦闘ダメージが半分になるっていうガチでやばい効果持ってます。虚無によってほら1450しか入んないでしょ。金券使ったっけってなるやつね、これ。はい、まあ大丈夫。いやまだだよ、まだだよ。フィニッシュプロですからまだだよ。はい、大丈夫でした。トガ姫はちなみにインフェルノイドの効果を受けてないから大丈夫。気をつけてね、みんなも使うとき。これでさっき俺負けたから。いやもう絶対テンパイルだわ。先行渡されるっていうことは絶対にテンパイルが確定している。いや、誘発が何枚飛んでくるかなとは。ダークフュージョンの効果を発動。ダークフュージョンの効果により手札のモンスターを融合素材とし、融合召喚を行う。現れろ、インフェルノイドイビル。インフェルノイドイビルの融合召喚成功時効果を発動。自分の墓地からインフェルノイドネヘモスをゲームから除外し、10種類のインフェルノイドモンスターを墓地に送らせてもらう。誰？は？は？はあ？
った。ちなみにイミネさんは対象に取れませんから、あのめっちゃ聞きます、うららとか、ガンマとか。好きでかすぎやんだよ、このデッキ。煉獄の消化。持ってくるしかないですね。はい。じゃあ3戦の後打てるのか。なるほど。じゃあ、ルンペルトビルとかセットいいか。煉獄の消化発動。煉獄の消化の効果により、煉獄の消化の効果発動し、そして、煉獄の結界を墓地に送ることにより、煉獄の共演を1枚、サーチさせてもらうぜ。これ、この発動以降、あれしか出せない。インフェルノモンスターしか出せない。さあ、3戦の5の効果。3戦の5の効果により、好きなマジックトラップカードをセットできる。え、あ、相手のフィールドモンスターいるじゃん、これ。え、これ、芝刈り持ってこれね、もしかしてこれ。やばい。あ、じゃあ、あれだな、煉獄の消化先に使ったミスだな。うわ、これ最悪だ。芝刈り持ってくる。うわ、最悪。普通にごめんなさい。モンスターがいると賛成のコート持ってこれるんで、カードを。普通に。芝刈り持ってきて、普通に展開できましたね、多分。なんかあんな。はい。はい。はい、と。さあ、いっぱい墓地に送ることができた。うわ、最悪だな。マジかよ。煉獄の消化使ってもうたわ。消化使っちゃうと、ちなみにインフェルノイドしか出せなくなっちゃうんですよね。まあ、別に出せたところで強いんですけどね。まあ、墓地コスト使って制圧場面作るしかちょっとハンデすぎなかったんで、制圧場面作るしかないんですけど、とりあえず一回なんか出せるやつから出していくか。ちなみにレベルが低い、やつから出していくことによって、なんかレベルが8、あ、9以上になっちゃうとインフェルノイドってなんか盤面に出てこれになっちゃうんだよね。で、ここ、あ、ここで G か。なるほど。ここで G か。なるほど。セット。じゃあ、まあエンドですかね。まあ、G のなのであれば、ちょっと待ってく、あと、レベル5出すの間違えた、これ。レベル5はちょっと出すの間違えました。すいません。ちょっとガバガバだな。レベル10かレベル9を出さないと、だからこれいけないのか。で、煉獄の表現発動。煉獄の消化を墓地に送ることによって、煉獄レベル8になるようにインフェルノモンスターをデッキからリクルートしてこれるんだけど、あ、デカトロンも1枚しかないのか。デカトロン特殊。ちなみにね、ネヘモスとかリレスとかは出してこれないわけですよ。これ34とかなんかな、多分。だから34とかにしてこうかな。で、デカトロンの効果で何を送るか問題なんだけど、これマジでミスったな。これなんか全員墓地メタ4体っていうのがよくわからないこと起きてるわ。何この墓地メタ4体。謎すぎる盤面。まあ一応リリスなんかな。三元素発動されることあんまないと思うんだよね。すびきがないから、2枚しかないから。3枚プラステラフォーミングみたいなのあるとちょっとね、魔法カード無効にした方がいいかもしれないけど。いや、これマジで、あれだ、ね、2体目に出すのレベル10とかの方がよかったかな。なんだっけ。ネヘモスか。ネヘモスを出しといて、なんか、謎に、何この墓地メタ軍団。墓地のカードを除外するモンスター4体ぐらいいるが。まあでも、テンパイルには刺さるは刺さるけどね、結構。刺さるは刺さる。蘇生する対象を除外してあげることもできるし、バイデントの蘇生対象も、パドラの蘇生対象も、どっちも墓地から蘇生するって方がだから。なんで、まあ一応墓地除外は結構刺さるは刺さるんですけど、パイドラ、はい。なんで、まあ、割と墓地メタ、あ、そうなんですよ。墓地メタやろうと思ってやってるんです、今。はい、ごめんなさい。ということで正当化していく。チュンドラ、うざ。チュンドラは絶対にあかんな。チュンドラは絶対にあかんな。これ止めないとダメだな。あと1枚っていうのはなんだ。多分3ケースあったら、もう打ってると思うんですよね。なんで、3ケースはないと読んで、まあ、普通にリリースでいいか。リリースをリリースして。で、相手のモンスター効果を無効にして、これ除外できるのがめちゃくちゃ強くて。ね、これ強いよね。で、あとはパイドラだけだと、まあ、なんもできないから、まあ、なんかモンスターを増やす手段がないと多分いけないと思うんだけど。あ、オッケー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 。ボチメタ軍団がボーダーしてんの、草。ドロー。まあ、なるほどね。まあ、こっからはあとはボチリソースを使って展開していく感じになるんですけど、2体を墓地に送ることによって、まず、フレイムタンを出しまして、で、フレイムタンの効果によって、フレイムタンだと思うけど、絶対に。フレイムタンっていう、なんか、かわいい呼び方してもうてるけど、で、これで、これ回収します。で、フレイムタン、ちなみにフレイムタンが、回収したモンスターは、なんか効果発動できないんだけど、ただ召喚とか特殊感は普通にできるんで、インフィノイドはめちゃくちゃね、相性がいいですね。
で、2体で、トガ姫出して、でトガちゃんの効果発動して、自分の墓地から、イビルを特殊召喚して、これねやっぱね、あの一回ちゃんと融合してるとイビルが蘇生できるのマジで強くて、これイビルこれ墓地を送られると、煉獄のマジックトラップカードをサーチできるっていう効果あるんですけど、これをね使えるんですよね、もう一回マジで強いです。これトガ姫とかいうモンスター最強すぎる。でインフェルノイドフラット特殊召喚で、イビル効果発動、イビル効果によって、これは虚無持ってきてレベルを1に変更してあげると打点が作れるっていう話ですね。で、虚無を発動して、でこれで全部レベル1になりましたってなると、またモンスターがうわやったーっつっていっぱい出てこれると。でまあクソ適当にレベルなんかもう使わない、特殊召喚しねえようなモンスターを特殊召喚していく。おいおい、で、ここはまだいいや、ガンマとかあるかもしれないしな、一応。いやもうガンマ使われてるわまあいいや。でインフェルノイドリリスの効果、適当に3体除外してモンスター出しに行く。これ多分さっきの先行展開のやつ使ってると思うから、多分その時の動画でも言ってるかもしれないけど、もしかしたら煉獄の虚無があるとレベル1になるんだけど、インフェルノイドが、インフェルノイドレベル1になったモンスターは戦闘ダメージが半分になるっていう、まあそういう効果があって、でちょっと待って、一回リンクリボーを挟んだらいけるのかこれ、ちょっと待ってね、レベル1だからリンクリボー挟んで一旦送ったらもう一回出てくるから、どれでもいいな、これ送ってでリンクリボーに変える。でまあ何でもいいや、リリス出して、はい、でこれでこう、はい、でイビルの効果を発、あフラットの効果を発動で、相手のモンスター除外して残り30秒しかないんですけど、除外してで、バッドフェイズですね、はい、1100 これね、これなんかダメージ半分になるからあまりにもダメージが低いという、金券使ったんですかみたいなダメージになるんですけど大丈夫。インフェルノフラットさんはちなみに効果みたいにこれ3000ダメージ入ります。アーダスさん、おらガバいけど勝てるから、つまりデッキが強い。相手でデッキ60枚だわこれ。 GS かインフェルノイドかどっちかだ今。名推理インフェルノイドかなインフェルノイドじゃね、これあインフェルノイドが出た、インフェルノイドだ。いやミラーは何これ、どうしたらいいのわからない。えこれどっちが有利とかあるのかな。でも先行展開できてもさすがに有利か、先行展開浮気やべえ、落ち強え結構多分これ。やばい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 、止まれ、もうその辺でいい。デカドロンは、おいデカドロン、おいデカドロン何をしている。うわやっと出てきたわ、やべえな、でも結構送られたなこれカード。あキマイラフュージョンか、キマイラフュージョン入ってるタイプね、確かに。これもね悪魔族の融合モンスター融合召喚できるんですけど、速攻魔法でこれ結構サクリファイスエスケープみたいなこともできるんだけど、インフェルノイドイビルさんを融合召喚する、やばいこれレベル何いんのこれ、まあ、やばくねこれ普通に。インフェルノイドイビルさんちょっとテクノイダンスあんま入ってなくて、ちなみにこのデッキ、まあ、一応後手もメス入れとかを連打して頑張るみたいな、そんな感じの構築にしてるんですけど、やばいですねそれは。うわありえねえ量の、うわ9枚のインフェルノイド墓地送られた、世界終わったさすがに世界終わったか。でイビルを1体リンクリボーに変えます。でリンクリボーに変えたのでイビルの効果発動して煉獄マジックトラップカードを探していきますと、あ使徒やべえ、使徒はもうなんかやばいことしようとしてるじゃん。使徒は何これ、もしかしてあれですか、ちょっとわかりませんね、何が落ちてるんですかあなたの墓地は。あーなるほど、なんかもう無限に何でもできるな。ネクロフュージョンとネクロフュージョン3枚入ってる、この人やばいロルマ落ちてる、やばいロルマとネクロフュージョン3枚落ちてる、やばい。うわ何これ、えあーリリスかあれかネヘモスか、あーネヘモスか、なるほどネヘモス出てきた。魔法カードを一応無効にできますよのおじさんね、これなるほどね。まだこれ墓地にリソース3枚あるかな、あるデッキ、それが一番やばいんだよな。で煉獄の使徒セットだよね多分あれ、うやばい、ちょっと待ってこれごめんなさい、もしかしてですけどこれティエラ狙ってます
もしかしてですけど、ティエラ狙ってません？やばい、絶対そうじゃん。あかん。あかん。あかん。あちょっと待って、やばい、やばいことが来た、ちょっと待ってですね、インフェルノとティエラ君が出てきてしまうと、あ、でも俺もエクスラからウォッチ送れるとか、ちょ、それはあるか、わかるのか。そしてボッチに送るだから意外とあれか、いけるか。ボッチに送るだった場合は、ちなみに、なんだっけ、俺のインフェルノイでもボッチ送られるってことは、ボッチから蘇ることができる可能性があるってことだから。でしかもあれ多分連合のあの人だよね、多分セガもね。うわあ、俺のベース入り返して。僕のベース入りが。ガルーラの効果、カードを1枚ドロー。でドローしたカードによってサーチするカードを決めます。一応でもこれイビルのあのサーチ効果もガルーラのワンドロー効果も一応ついてくるんで、まあワンチャンありますね。でイビルの効果、はい、さあ相手も、イビルガルーラ一カロスまで入ってんのか、やばいだろ。気持ちよくなってやがる、チキショー。くそ、いやでもワンチャンある、マジで。煉獄の虚無が、あ、でも虚無止められるか、ネヘモスに。ガルーラワンドロー入れる。あ、参戦、あ、強いね、ちょっと。参戦は。参戦ちょっと強いな。これまあ虚無持ってるしかないね。これ虚無はちなみに、相手のフィールド上にだけエクサデッキから出てきてるモンスターがいると、こっちのデッキの中の、あの、インフェルノイドモンスターも融合さえできるよっていう効果があるんですけど、なるほどですね。一旦バイル出すか。これ一旦こうしてこうだな。はい。で、バイル出てきました。で、バイルはちなみに、あの、バトルフェーズに1枚カード消ができる可能性があるんで、あ、でもリングリボいいのか。煉獄の虚無打つしかなくないか。煉獄の虚無打って、多分ネヘモスがこれ多分無効にしてくると思うんでね。さすがに。相手はインフェノで使いだから多分これ発動したらやばいのかっていうから、インフェルノネヘモスを多分おそらく、まあ、どれをリリースしてもいいんだけど、まあ、ネヘモスかなんかリリースして、発動を無効にして除外してくる。で参戦の GO を起動して、参戦の際起動して、でパックルを言うと連合の首都が、発動されて、ネヘモスはネヘモスじゃない、ティエラはパックルないから、これ2枚ドロー以外ないだろう。さあ2枚ドローさせていただきたい。カモン。あ、虚無強いね、虚無。虚無強くね、虚無は強くねえか。これワンチャンこれで、デッキの中のモンスターも融合さにして融合召喚できるんで、これだからティエラ行くでしょ。いやこれワンあるぞ、マジで、これマジでワンある。でネヘモス、いや前半でされたけどなんとかなってる。理由はミラだから。なんかわかんない、適当にこの辺除外しとくか。これはだから、いやこれはフィールドだ、これはフィールドだから除外したい。でこうして、でティエラ出すでしょ。どこでもいいか、俺グラビティコントローラー確か入ってないから、まあじゃあどこでもいいかな。でこうして、うおー、融合召喚インフェルノイドティエラバックダウン効果発動。もう墓地に送って強いかとか大してねえよ。もうさあ相手も、墓地に送ることができちゃうよ。これはちなみにヌトスって言われたら死んじゃう。あー、はいはい、オッケーです。まあね、先行に寄せてるとそんなにはね、あの、入ってないはずだからね、実際で。ちょっと待ってくださいね。フレームターン出しに行ったら展開伸びるかな。フレームターン出しに行く。フレームターン出して、はい、でフレームターンの効果起動する。なんかマジでミラー、いや考えることを無限にむずすぎてやばいんだけど。ほんでドラメルクを出しに行って、はいはい、ほんでトガちゃん出して、でトガちゃんの効果で蘇生するっしょ。でこれでこうすればいいのか。でデカトロン、でデカトロンの効果発動して、さらに持ちコスト肥やして、まあこれはリリスかなんかでいいか、まあ、ネヘモスでもいいけど、まあどっちでもいい。急ぐとか、で急げ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 、インフェルノイドフラットリンク
オーケー。で、ちょっと待って、これマジで、いや、やばい、時間ね、これ時間が浅すぎる、やばい、ちょっとこれワンキル取れそうなのに一旦、ここ除外する。で、こうして、はい、で、フラット効果。あ、なんか、リンゴゴシト使わないのこれ。リンゴゴシト、ちなみに使ったら一応効果くらいから、これ除外できないけど、やばい、ちょっと待ってやばい。ちょっとゆっくり考えてる、マジ時間ねえって。